ルツキ。ルツキ。ルツキは、ヘブライ聖書に収められた、モアブ人女性、ルツの物語。十二章予言書を一書と考えた場合、ルツキは、旧約聖書で最も短い書である。ルツキは、違法人であるルツが、ダビデ王に至る家系の中で重要な役割を果たす、ことを語ることで、救いの歴史において、自らの民ユダヤ人に囚われない神の意図の、 壮大さを語っている。ルツは、日本正教会では、ルフと表記される。四式の時代、ユダのベツレヘム出身者であるエリメレクは、妻であるナオミと二人の息子を伴って、モアブの地に移り住んだ。二人の息子はその地の娘たちと結婚するが、やがてエリメレクはその妻ナオミを、二人の息子たちも、それぞれの妻をルパとルツを残したまま死んでしまう。そこでナオミは、 夫の故郷ユダに帰ることを決意し、息子たちの家父となった二人に対し、それぞれの故郷に帰るよう進める。しかし、ルツだけはナオミのそばにいることを望み、こうして二人はエリメレクの故郷、ベツレヘムへと帰郷した。ルツは畑で麦の落ち棒を拾った古代パレスチナでは貧しい人が借り入れ時の落ち棒を拾うことは一種の権利として認められていた。 落ちぼ広い山照。その畑の所有者は、エリムレクの登園の親戚にあたる、ボアズという人物だった。ボアズはシュート目に尽くするツに感心して、彼女のために便宜を図る。ナオミはボアズが受け戻しの権利を有する人物である。ことに気づき、ルツを自分自身の代わりに受け戻しさせるため、彼女にボアズの床に入るよう勧め、ルツはその言葉に従う。 すべての事情を察したボアズは自分よりも受け戻しの権利が高いもう一人の人物がいることをルツに明かし彼女には一切触れずナオミへの贈り物をルツに持たせて彼女を家に帰らせるその日ボアズは受け戻しの権利を持つもう一人の親族に掛け合い親族としての責任の利口権を譲り受けるこれによってボアズはルツを正式な妻として迎え入れることとなった 兄が子供を残さ、死んだ場合に、弟が兄の妻をめとることで家計を存続させる、この仕組みをレビラトコンという。ボアズの妻となったルツは、息子オベデを生む。オベデは、ダビデの祖父にあたる人物である。このルツキのポイントは、モアブ人であるルツが、イスラエル人の慣習に従い、その立法に従って、イスラエルの子孫存続を成した、という事柄にある。 神は人類を作り出したとき、埋めよ、増えよ、地に道よと宣言しており、レビラトコンの習慣は、まさに、それを実現するための手段なのである。ルツ自身はすでにカフであり、シュトメから再婚の承認も得ていながら、それを謝絶して、イスラエル人として生きることを選択した。これが、彼女が、聖書中の一片に名を関することのできた理由である。聖書的な解釈ではさらに、 その子孫がイスラエルの世襲の王となり、ひいては救世主を出す恩調につながるとされる。ルツキの成立については諸説がある。その多くは、ルツキはもともと、死式の一部であったとするものである。一例を挙げると、聖書中でベツレヘムのことをユダのベツレヘムと表現るのは、この両書の他はサムエル記、上17章12節があるのみ。また用いられている。 言語上も、ルツキとシシキは類似し、ここから両者がほぼ同時代に成立したと推定される。一方、内容からルツキの成立を前400から350年頃とする説もある。ネヘミヤ紀13時23分 -27、またその頃、ユダの人々がアシュドド人やアンモン人やモアブ人の女と結婚していることが私に分かった。 その子供たちの半数は、アシュドドの言葉あるいはそれぞれの民族の言葉を話し、ユダの言葉を知らなかった。私は彼らを責め、呪い、幾人かを打ち、その毛を引き抜き、神にかけて誓わせた。お前たちの娘を彼らの息子の妻にしてはならない。彼らの娘を、お前たちの息子の妻に、または、お前たちの妻にしてはならない。イスラエルのオソロモンすらも、このようにして、 罪を犯したのではなかったか。数ある諸国の中でも、彼のような王はおらず、神に愛され、神によって、すべてのイスラエルの王に立てられた、その彼でさえ、異民族の妻たちによって、罪に引き込まれてしまった。私たちの神に逆らって、異民族の女と結婚するという、この大きな罪悪を犯したということを、お前たちについても聞かされなければならないのか。 とあるように異邦人排斥の風潮が強かった。そのような風潮を憂えたグループに属する作者が異邦人への寛容が自然に湧き上がってくるような作品として書いたとも考えられる。ユダヤ教においてはルツを聖書の他の登場人物と結びつける試みが行われている。何人かの学者たちはタルムードでルツが四式に登場するモアブ王の娘だったとみなしている。 しかしこの解釈は他の資料による裏付けが存在しないため、ダビテ王の出自を高貴なものとみなそうという思考の現れであろうと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。